時はイグルは、鎌倉時代から室町時代にかけて存在した三宅。世襲三宅の定裁を最初に備えた三宅であると、否定される。疾祖は、亀山天皇の御子、常明親王。常明親王は、父、亀山法王の裁判年に生まれた御子で、母が当時献政を誇った西園寺家の出であることも、あって、調和を受けた。常明親王は、 亀山法王の遺症により、後二条天皇の後、大覚寺塔を継ぐ諸君と定められ、また、亀山法王の医療の大半も常与された。だが、亀山天皇の着難である、小歌上皇は、遺症を認めれば皇統が分裂してしまうことになると、主張して、鎌倉幕府に働きかけた結果、亀山法王の遺症が実現を見ることはなく、常明親王が、 天皇に即位することはなかった。恒明親王の子孫はその後も続き、亀山法王から伝領したいよと御所の時わい殿に、ちなんで、時わいと少子室町時代後期まで続いた。第四代自家明王以外は、親王宣言が確認されている。第六代、久し自家神の後は、子孫が確認されておらず、事実上断絶した三宅として扱われている。 九十一二三四五六。亀山天皇、常明神皇、善人神皇、万仁神皇家明王、善明神皇、久し陣神皇。ありがとうございます。